京都府京丹後。アウトドアをが盛んで、まあ、これからもこの紹介で、で PR 動画ですね、はい、だからでちょっとそれのメイキングっちゅうか、はいはい、着いたぞ京丹後。おはようございます。恥ずかしい。行ってきます。うわ難しそう。あ、むずいの来ました。まるでタイムスリップしてるみたいだな。あーこれは取ったぞ。いいっすね。引っ張ってもらった。かっこいいね。いや、いいな。世界研修の大切にしている言葉、これね、ラストよ、楽しんでるっていうこの感じを大切にしてます。本音の話をしないんです。自分のいいところもネガティブな部分もポジティブな部分で、それが続いてくると話のレベルが上がってくるので、うん、で、これ自分に貼るのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
書いていきましょう。全員が同じキーワードを書いてれば1ポイント入ります。例えば僕がコンビニっていうお題を出したとします。だから店員さん、カップラーメン、トイレ、お菓子、チョコレート、1分間思いつくままに書きます。全員がおにぎり、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 おにぎりというと1ポイント。チームというお題でチームスポーツ、チームプレー、プロコのバスケ、ジャイアントキリング、ボレーシュート。全然かぶらない全然かぶらない。はい、残念ながらこれポイントでした。これでやるでしょう。ほぼゼロです。ほぼ合わないです。 99% 合わないです。それがまた分かってるつもりです。そうやっぱ同じ会社で新入社員とか来たらいいんじゃない。はい、そうか、これやったことあるかも。違う、どうせやった。リュウ逆にして、で、どっち側に、こっち側に、そっちに座る。引っ張りながら、スライーみたいな感じ。右手離しられるね。右手離だから、これここでしょ。はい、まず一応完成ですね。はい、これにカメラを向けてたって面白いことなんて何にも言わない。幸せ映してるんですよ今。うちのチャンネル愛がテーマなんで、まあ、そうなんですよ。はい、そうなんですよ。変な音まあ、いろんなバイトとかもしながら、いろんな19歳ぐらいからいろんなことに挑戦したり。はい、今の長さで5分。今ので5分ですか。いらないでしょ。ないんだなと思って大学生活を過ごし始めたんですね。でまあ2年大学1、2回生普通に過ごしていくので、全部ドリブルで抜けますみたいな感じでサッカーやってたんですけど、まあ、僕結構体ちっちゃい方で成長が遅くて、でまあ、こうずっと右肩上がりで来てるのは、まあ、今日もそうですけど、こうやって人に出会って、まあ、応援してもらえたり、自分のことを知ってくれてる人っていうのが、まあ、どんどん増えていくわけで、そういう人がまあ増えていく限りはやっぱり人生っていうのは右肩上がりでいけるんじゃないかなと信じていますし。はい、はい、ありがとうございます。大盛りました。大盛りました。みんなあの右肩上がりなのが俺嬉しいっす。
か回し始めたのか。例えば瞳とか、あと何ですか。冬の日本海。肩がかかって強い。心の声でもじゃダメなのかな。犬が寝てる。犬が寝てるように見えるから犬が先。そうですよ。そうやって西田がここに来て言うんですよ。犬が寝てるから。あそこっすか、あの溝のところ。やっぱあそこで滝行をしろってことだ。そういうことだ、神がいるんだ、あそこに。ステーキが美味しいな。はい、お願いします。ステーキが美味しいな。ステーキが美味しいな。ある日森の中。違うって。ある日ある日でしょ。何ですかそれ。ある日ある日さん。はい。ムカつく。俺が仕切る。仕切るのムカつく。ワン、ツー、スリー。ある日ある日森の中。森の中。三桑さん似てよーっと。うわ、いい感じのハーモニー出てきた。そうですよ、そうですよ。こちら夏のハーモニー。はい、落ちる。あー、危ないよ。ある貧血、森の中環境、妻さん、ニンニク、レア、サンコブ、朝曇りの道、ピンポコ、二人でや、散歩く。その、チンポコのところ、地域によって違うっすね。あー、花咲く森の海、金玉どっこいしょって、っていうのがありますよね。なかなか、それおしゃれだね。はい、金玉どっこいしょって、まさんに、だって、に、チーのチーなのに、木でいくってこと。あと、花咲く森の海、金玉ブラブラソーセージーってやつがありますよ。めちゃくちゃ刻んでくんじゃん。やっぱ、あの、東京だったんで、僕は、うん、ちょっとおしゃれだったかもしれない。シティだったかもしれない。なるほど。どっこいしょバージョンもやってみたいな。花咲く森の道、金玉どっこいしょ。はい。はい、って。これがシティポップですね。今流行り。これいい動画撮れたわ。今回のハイライト。わあ、これいい絵だわ。うわ、これ本当うんこ。柿が。刺激臭、臭いっすか。うんこだね。やば、クマだね、これは。でかっ。もうついに撮影ラストですわ、3日間の。うわ、登りながらの死の歯が、うんかどっちが押すで浮かめっぱい。未だに決して勝ったん。はい、ありがとうございます。クランクアップ。クランクアップです。あくびしながらでしたけど。というわけで、京丹後市の、うん、うわ、終わらせに来た。ありがとうございました。はい、なんか PR 動画の密着なんてやったことなかったですけど、うん、そうですね。はい、まあちょっといろんな大悟さん映していく上で、はい、こういう動画、まあ、たまにはね、いいかなと思ったんですけど。ハイライトは熊のうんち。テンションのハイライト的にはあそこだな。歌歌ったとこだな。そうですね、うん、大悟さん的にはそうかもしれないです、うん、京丹後一言で表すと金玉どっこいしょ。金玉どっこいしょ。そんなの流せるわけないでしょ。自然豊かで、やっぱりどこにの道の駅とかに行っても、はい、食をアピールしてる感じだったんで、まあ、海の幸も山の幸も恵まれてる感じがしましたね、うんうん、海沿いだと海に力入れたりとか、うん、山の町だと山に、そうですね、どっちもありますね。そうなんですよ、はい、結構幅広く食を楽しめて、うん、あとやっぱり歴史の文化が、まあ、弥生時代から遺跡があったりとか、うん、まあ、そういうところが結構古墳とかね、
行ってみたら意外と穴場な感じは、うん、そうですね。ちょっとね皆さんもぜひ来ていただければと、そう思います。はいはい、以上ありがとう。うん、ういっ。